着物としての魅力っていうか、まだ謎めいた部分が多いというか、そういうのに興味持たれる方もいらっしゃいますし、逆にきれいに光を当ててライティングすることによって、なんかその雰囲気を楽しむ、それが魅力に感じる方もいらっしゃって、いろんな魅力をなんかまだ比べる気に入ってるなと思って、そこをもっと自分でも開拓していきたいと思いますし、広めていきたいなと思います。逆さクラゲなんかも、そこからではこう水槽の中でバーって、はい、こういうバーって見るだけなんですけど、こうやって上から覗いたりするとまた違った面白さがある。これたまらないです。で、これをで、こう湯煎してで、ブクブクかけると次の日、孵化してくるっていう。あ、動いてますね、動いてますねで、形が悪いやつがずっと死んじゃったりすると、はい、やっぱ水が悪くなるので他のクラゲにも悪影響を及ぼすんで取り出してしまいます。昨日とか扱ったんですけど、やっぱ急に気温とか下がったりするとそれがクラゲにダメージになったりする時もある。今ちょっとクラゲの形の悪いやつは悪いやつでまとめたりで、まあ復活してくれたら嬉しいなっていう。ろ過能力がちょっと違うんですよ。一応これがクラゲの専用というか、買うに適した水槽なので、この水槽自体もやっぱり販売して、これごと、水槽ごと買っていきたいっていう人もいますね。派手な顔してますね。自分毒あるんだぜっていう、毒って言えばカツオノエボシですか、有名な、はい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 、この辺にもいるんですか。たまにいますけど、